今日はこのバッグを持っていこうと思います。韓国で買ったやつですね。こういう感じのやつ。はい、このイソップの巾着の中にこのデジカメを一応持っていきます。このリップ入れにたくさん入ってるんですけど、まあ、リップと香水、目薬とかリップバムなどを入れて、これだけ化粧ポーチは持っていきたいと思います。あと携帯、メガネ、鍵、お財布かな。よし、とりあえず OK で、これは帽子をかぶっていって、カゴバッグは一緒にやったら可愛いかななんて思うので持っていきます。で、今撮ってるこのビデオカメラをこの中に入れて持っていこうと思ってます。ピクニックっていう感じをするんですけど、まあ結構急遽でどうしていいのかも分からずって感じなんですけど、とりあえず使えそうなものを家から持ってこようってことになり持っていきます。だいぶ前に 3COINS で買ったやつです。木のこういうお盆とかこんな感じのやつ、これと IKEA で買ったこんな感じのランチョンマット、この白のやつを持っていきます。これは100円ショップだったかな、だと思う。で、最後にこちら、はい、ドライフラワーですね。お花、これは私の母が趣味でなんかたくさん家に作ってるので、それを1個借りて持っていきます。こんな感じのお花を選んでます。あった方が可愛いと思うので、まあアクセサリーはそんなに変わりないんですけど、いつものこの感じのリングたちに、ダニエルの時計バングル、ピアスが今日黒のワンピース着たので韓国で買ったやつを使います。で、ネックレスはこのチャオパニックで買ったシルバーのネックレスですね。ということで、では行ってこようと思います。バイバイ。天気が今日はめっちゃいいです。シーサイドももちに来ました。風がとりあえずすごいですちなみに今日の洋服はザラのこのね、お気に入りのワンピースにこの GU で買ったトップス着てます。はい、ではさっそく準備に入っていきます。準備します。風がすごいこれ。やば。
ったもので揃えたっていうね、急遽な感じですが、はい、こんな感じです。これはアイボリッシュっていうね、フレンチトーストとかが有名なカフェで買いました。で、これはキャンドゥで買いました。あとスタバです。ドライフラワーとかは家からできてます。こういうのもね、イケアかな、確か。はい、こんな感じです。いただきます。いただきます。では帰りますか。帰ります。帰ります。